皆さんこんにちは、メロンクーです。今回はスプラトゥーン3ができるようになったのでやっていきたいと思います。まずは地域の選択です。ここで正しい地域を選ばないと時間がずれる場合があるので正しい地域を選びましょう。地域を選び終えたらいよいよ始まります。まず最初に自分の見た目を決めます。左側がイカ、右側はタコとなっております。スプラトゥーンといえばイカというイメージなのでイカにします。次に肌の色ですね。続いては目の色です。様々な色がありますね。続いては髪型です。まあここら辺は好きにしましょう。他にも眉毛や服装を決め、終わりました。次にこのよくわからない生物の見た目を変えます。一通り終わったので、次にチュートリアルの解説です。基本操作はあまり変わってないですね。スプラトゥーン2をやったことはありませんが、初代と同じ感じですね。それにしても画質がものすごい綺麗ですね。潜るの楽しいですね。武器を見つけたので、いよいよインクを塗れます。画面を上下に動かせれないと思ったら、ホリコンを使用しているからです。設定で変えようとしたけど、設定画面が開けませんでした。スプラトゥーンは経路がおすすめなのかな？とりあえずやっていきましょう。でも上下に動かせないと不便ですね。あと今作では、イカロールという技があります。やり方は簡単で、イカ状態で進み、その進んでいる方向との逆にスティックを倒してジャンプします。そうするとこのような動きになります。イカロールはアーマーが入っているので、逃げるときに便利ですね。しかし後ろだけではなく、前に進むことができるのです。今のような動きです。通称前ロールと言われており、これは結構強いではないでしょうか？イカロールにはアーマーがついているので、アーマーで前に進むことができるのです。やり方は少し難しい。まず前に進みたい方向に進み、スティックを左斜めにして、右下に倒すとできました。この方法で合っているかわかりませんけど、一応前に進んでいるのでできているでしょう。ではバンカラ街に向かいましょう。なんかここ、千と千尋の神隠しの電車に乗っているところみたい。さあやってきましたバンカラ街に。今作のこういうロビーは前作と比べたら広いらしいです。いつものクラゲや他の人が書いた絵や文字がありますね。よくできていますね。そういえば、今は試し打ちがないようです。なので新武器や他の武器は、S 本番で使う形となります。試し撃ちがしたかったですね。でも服装は変えられるので変えておきましょう。ではバンカラ街を探検してみましょう。まあロビーはフェスが始まってからですね。シャンクス発見。ちなみにショップ系はランクがないので買えません。
はい、ショップや試し打ちはできないけど、S の登録はできます。僕はグーにしました。皆さんはどれにしましたか？皆さんいかがでしたか？スプラトゥーンさんが盛り上がってきましたね。試し打ちができなかったのは少し残念ですけど、8月28日にある S を楽しみましょう。では今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。